今年は去年よりもいろんな人に当たりをしていくぞ。うおー反抗声明今年は腹から声出せ。今年は二次三次の後輩の人たちともっと仲良くなれるように頑張ります。声が死んじゃう。そうか、後輩とか、うん、新人さんとかね、いっぱいまた入ったからね。本当に一言も話したことない人が結構増えてきちゃってるんだよね。だからまあ後輩の人たちとも仲良くなれたらいいなって思ってるけど、後輩たくさんいるってことは我々結構遠いはずだから。もういやそうだよね、確かに確かに、ね、近い先輩ではないかもしれないからさ、そのデビュー年度的に自分たちで動いてるから。でもいい抱負やん。アンジュはいい抱負じゃないよねえ去年そんなせんかったな思って、私の当たり屋の波動全部ベルさんが受け止めてたなと思って謝った方がいいよ多分一回ベルさん付け込みやすくてさ受け入れてくれる割と何でも。なんかそう優しさがね、うん、拒みきれないんだよね、うん、本当に私をうまくかわすとかできないんだ。そうそう、そこに付け込んで本当に去年は私の愛すべてベルさんがほぼ受け止めていたと思うので多分一人で受け止めるにはしんどいだろうから分散させた方がいいと思うんだよね今年はねもっといろんな人に当たりやして愛をばらまいていこうかなと、うん、2020年。なんか この人あ当たりやすそうな肩してるなみたいな人いんの？まだわかんないかそうだよ、誰だろう当たりやしやすそうか。ごめんね、ちょっとここで名指しされた人は本当にごめんだけど最近見てて思うけど、うさみさんいけそうなんかさあのね、うさみくん私も可能性を感じてます。だよねだよねそうなんだよね、はい、お疲れ様です。リズムは先日ヒーロー水攻めしたり、夏には縮めて虫かごに入れたりしてましたが、お二人は悪役やってみたいとかありますか？ありましたらどういうものか教えてくださいみたいなお便りが来てたんですけど、やばくないやってること。いやじゃあ、あのえでも水攻めの件ね、サンバ歌唱やったんやね。そう、私もさあの偶然その時水戸さんとまあ二次三次の配信をちょっとザッピングしてたというか、はいはいはい、楽しく見てたわけ、はいはいはい、そしたら宇佐美くんがなんかよくわかんないけど、あの 3×3 マスの平面、石に囲まれた平面のところで、あの食料だけを持った状態で閉じ込められててかわいそうで、はいはい、2人で二次沢ってまだこんな身一つで落ちちゃったら出れなくなってるような箇所あるんだね。いやこれはちょっと作った人の設計ミスかもな。どの辺だろうね。でパッて宇佐美くんがなんか上を見上げた時になんか見覚えのある光景がつってあれ牛の白いやってなって、お邪魔しました。これ終わった俺。どうすればいいの俺。なんで落ちたのじゃなくて、なんでこんなものが存在するの。あれさ、自分たちも落ちて困ってんのに一生改良しないよね、うん、建築ブロックとか置けばいいのにね先輩のだから壊すのもって多分遠慮してくれたんやんな、きっとな。そう、あの下から掘って脱出しろみたいな風に言われてて、はいはいはい、なんか必要以上に壊しちゃわないか気をつけて進もうとするから、はいはいはい、回収しながら方向を見失って同じ場所に戻ってきちゃって、はいはい、でもその時さポンって元の場所に戻った時にさ全部埋めてきたはずの土1個余分に持っててこれだから土だって、これ真面目やなはよしろって言うけどみんなはいいよ、俺には責任があるから。今責任がさない人は言えるよ。そうやって失うものがあるんだ。失うものがなかった俺はもうバンバン掘ってるよ今。じゃあ行きます。うわ朝のうちにやるべきだった。暗い上ダメ。どうやったら死ねる俺これ。ちょっとかなり面白かったですね、脱獄配信とかしてて。でまあリゼが水で上から落として助けてあげたってことやね、うん、そう、まあ、最初なんか1ブロック足りなかったかなんかでビチビチしててすごい面白かったいやなんか宇佐美くんちょっとなんかいじりがいあるやんな。いい音が鳴るんだよね。なんか叩くといい音鳴るし何やってもいい音鳴るんだよな。そう、水で助けてる時もありがとうございます、アップアップありがとうございます、アップアップってなってんの見て思わずパーンって叩いて叩き落としちゃうかわいそう。じゃあ水攻めじゃねえか勘違い、言い方が悪かったんかなと思ったけど、おー、
どうやって出ればいいですかこれ。あの僕ふざけてないです本当にこれ。助けてリゼさん、助けていただけないですか。これってどうすればいい。おい。いやなるほど。いやそうだから宇佐美くんちょっとね、ちょっとターゲットを今ロックオン仕掛けてるな。ねえ、なんか救援を求めるチャットもすごい面白かった、ね、いや面白かった。虹サバで遊んでいる途中穴に落ちてしまい出られなくなってしまいました。この場合穴を掘ることは可能でしょうか。よろしくお願いします。何言ってるんだっていうね。なんで穴に落ちたのにまた穴を掘るんだ。穴掘ってるんだっていうね。ハテナのリアクションめちゃくちゃついてる。そうついてる。いやなるほど。いやそうだからうさみくんいいなっていうお話でした。いやいいですね。そうですね。